こんにちは、紹介者です。ついに発売されました。今回はね、こちらで遊んでいきたいと思います。変身ゲームデラックスガシャットギアデュアルベータ、ベータですよ、ベータ。はい、この形はね、もう2つ目になりますけれども、入ってる2つのゲームが違う、もう最新のね、ゲームですね。仮面ライダーブレイブと仮面ライダースナイプが使用するね、新しいレベル50のガシャットですね。ブレイブとスナイプのレベル50のかっこいい姿がパッケージになっていますね。そして真ん中にはこのダイヤルのついた、今回はパープルのガシャットなんですね。で、パッケージ側面がそれぞれの、はい、かっこいい絵になっていて、で、背面と、こういった感じですね。仮面ライダーブレイブのファンタジーゲーマーレベル50と、あとはこちらが仮面ライダースナイプのシミュレーションゲーマーレベル50ですね。背面はこんな感じになっています。ということで、早速開封するぞ。せーの、はい。はい、まずは説明書。そして、おー、出ました。今回は、前回の、デュアルの方は、あれがついてましたよね。ホルダー専用の日本分のね、ホルダーがついてましたけど、今回はそれがないので少し値段は安くなっておりますね。税込みで3024円ですね。相変わらずサイズがでかいですね。うわー、ごついごつい。基本的には以前発売された、ガシャットギアデュアルと同じ形状なんですかね。ちょっと持ってきましょう。デュアルとデュアルベータ比べてみますと、形状はもう全く一緒ですね。で、カラーがちょっと濃いめのグレーから明るめのグレー、シルバーかな、うん、色に変わっていますね。このグリップもそうですね。そしてボディカラーもブルーからパープル、パープル、うん、パープル、ワインレッド、パープル、うん、そんな感じの色になってますね。ダイヤルの大きさ、そしてカラーも一緒ですね。そしてこのダイヤルの付け根、ここのメタリックレッドも、はい、同じですね。はい、とってもかっこいいです。電源スイッチと QR コードはそこにあって、電池を入れるところがこちら側のタドルファンタジーの方になります。電池は押し込んでスライドするタイプで、単4電池を2本使用します。電源を入れるとお、最後にベータっていう音声が追加されてますね。こちら側だとね、スピーカーはこちら側のバンバンシミュレーションズ側にあります。まずはタドルファンタジー側を見ていきましょうか。はい、タドルクエストのデザインとこのタイトル、ゲームのタイトルとかのデザインは似てますよね。魔王が勇者を倒すようなゲームになっていたかと思います。そして上の端子のクリア部分を覗いてみると、ちょっとまだ分かりづらいですけれども、今回のガシャットは真ん中で分かれ、2つのゲームが分かれているんですね。なんかトランプみたいなデザインですね。はい、そして反対側がバンバンシミュレーションズ、はい、ということで、こちらのデザイン、ゲームのタイトルのロゴとか、あと登場しているこのキャラクターですね、このデザインも、やはりね、同じバンバンシューティングと同じような、3D ポリゴン、粗めのね、昔の、ポリゴンっぽいデザインになっていますね。端子部分を見ると、先ほどの反対側と似たようなデザインになっていますが、上下がひっくり返ってますね。下がファンタジーゲーマーレベル50になっています。こちら側だとファンタジーゲーマーは上ですね。見た目は以上ですかね。やはり今回もこのボタン、2つにつながっているボタンがあって、さらには認識用のボタンがこちら側に2個あります。はい、変わりませんね。まずは単体での音声確認です。ここのボタンを押して3種類の音声を聞いてみましょう。これはもうガシャットギアデュアルと同じ音声ですね。ゲームスタート、ファイト、ゲーム
で、ガシャットギアデュアルは単体で変身が可能でした。今回のベータでも実は同じようにゲーマードライバーを使用しなくても単体で変身音を聞くことができるそうです。では早速、タドルファンタジーの方から聞いていきたいと思います。ダイヤルをこちら側に。劇中でも流れていた大気音が流れますね。結構これ好きです。で、ボタンを押します。かっこよすぎる。なんか音楽が壮大というか、やっぱ魔王側っていうのもあるんですかね。雰囲気がもう全然違いますね。さらにガシャットギアデュアルに付属していたこちらのギアホルダーを使って必殺技を発動することもできちゃいます。同じようにこっちに戻して、もう一回、はい、決め技の後にこのね、この待機音もね、大好きなんですよね。ゲーマードライバーでもこの音でしたよね。はい。で、これを刺す。はい。タドルクリティカルスラッシュ。発動します。さらに、ランダム音声としてビクトリーっていうのが鳴るようになってますね。タドルファンタジーの時は反対側になってしまうので、ここの窓からは発光は見ることができませんね。ガッシューの音もちゃんと入ってる。ダイヤルを元に戻してボタンを押せば変身解除音も鳴っちゃいます。では今度は反対側のバンバンシミュレーションズ側。声が高いですね。かっこいい。大気音がかっこいいね。はい、ボタン押します。これ好きだわ。バンバンシミュレーション最後いいですね。そしてこれも決め技。今度は発光が見えますね。はい。ランダム音声はミッションコンプリート。いいですね。ランダム音声がゲームによって違うのはね、いいですね。では、抜いて、ガッシュー。さらに、解除。では、デラックスゲーマードライバーを組み合わせて、仮面ライダーブレイブファンタジーゲーマーレベル50に変身です。かっこいい。そしてディスプレイ部分もすごいですね。さらにレバー操作で必殺技。タドルクリチャルスラッシュ。ビクトリー。最後にランダムでビクトリーとなる場合もあります。では
変身解除して、続けて仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル50に変身です。発信！いいですね、この音声も。そしてディスプレイ部分がこのように発光してますね。さらに、決め技！おー、ランダム音声はミッションコンプリート。最後はガシャコンキースラッシャーで決め技。ということで今回は変身ゲームデラックスガシャットギュアデュアルベータをご紹介いたしました。他のガシャットに比べると値段は少し、高くなってしまいますが、その分、ギミック、収録されている音声はいっぱいですので、とても楽しめると思います。ということで以上紹介者でした。チャンネル登録お願いいたします。